はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、えー、ハッセルブラッドの中盤フィルムカメラボディですね。えー、定番のですね、はいえー、500シリーズ 503CX というモデルになっております。はい、ご覧の通りですね、このブラックペイントのモデルですね。はい。 503CX で、このブラックペイントのモデルは、だいぶ人気が高いので、ぜひおはめにチェックしてみてください。はい。えー、でもって、この503の頭に星マークがついているんですけれども、これが、スリロトレーディングカンパニーという会社が、日本の派生ブラッドのですね、総輸入総販売代理店だった頃に、国内で正規販売された品であるという印になっております。 はい、では外観から見ていきたいと思います、えー。ボディから見ていきますね。ご覧の通りですね、皮、えー、の剥がれとかペイントロスもですね、まあ、こういうところに若干つらつらと見えたりはするんですけれどもベロベロに剥がれたり、この当たり凹みがそこら中にあったりとかせずにおおむね綺麗な状態。 とと言っていいいいんじゃないかなか思いますね。こういうとこちょっと見えますけれども。あとこの三脚の取り付け部ですね。塗装のこう剥がれは多少見られますけれども、ハッセルのですね、このボディとしては全然綺麗ないい状態だと思いますね。針側の剥がれめくれとか、こういうサビとか変色も見られないですもんね。はい、このトップの,このウエストレベルの張り側も綺麗ですよね。 はい、外観につきましてはですね、この動画と画像もたくさん掲載してますので、客観的にもご確認をお願いいたします。バックドアも綺麗ですよね。このひび割れたりとか、えー、変な汚れがついたりとかもしてませんね、えー。このマガジンとのマウント部分も綺麗ですね。はい。レンズのマウント部分ももちろん綺麗ですね。ウエストレベルの、はい。このルーペも綺麗で、 まあ若干こういうとこにちらほらペイントロスはありますけれども、畳み込みとか立ち上がりにも問題ないですね。はい。これ取り外してプリズムファインダーとかに取り替えていただくこともできますね。はい。えー、フォーカシングスクリーンは透明度の高いこのアキュートマットというのがついてますね。はい。えー、方眼とかじゃなくて、このプレーンな アキュートですね。はい。ご覧いただいて、ご確認いただければと思いますね。こんな感じです。変な書き込みがあったり、傷だらけだったりとかせずに、綺麗ですよね。えー、ミラーも、変な、あの、剥離とか、曇りとか、錆汚れなどないですね。はい。でもって、 このバックドアの開閉にも問題ないですね。引っかかりとかないですねこのシャッターチャージもすごく軽く動作しておりますはいこの中も綺麗ですねバルパスの割れが結構目立つ個体が多いんですけどこれ結構綺麗ですよねバルパス全然割れてるのあんまり目立たないですよね まあ、バルパス割れてても全然大丈夫なんですけども、一応ですね。はい。見といてください。こんな感じですね。続いて、えー、マガジンですね。マガジンはですね、この新しいタイプの、この、スライドが、こう、背面に収納できるタイプですね。これが人気あるんですね。はい。スライドも、ベコベコしたりせずに、えま、ー、っすぐですね。綺麗ですね。はい。 ここも綺麗ですね。で、持って中身と外側のシリアルも一致しております。中身も腐食錆び汚れ見られないですね。でもってこれ中身抜くと、この、えー、カウンターがジェットされてますね。で、フィルムを、まあ、装填したと仮定して、この中に入れますよね。 持ってこのダイヤルをグリグリと巻いていくとはいカウンター1でしっかりとストップしておりますでもってこうボディと接続してスライドを引き抜くとシャッターが切れる状態になってますねはいシャッターが切れますねこの白白カウンター1ですねこの窓の表示ですねシャッター切ると 窓が赤々になってで巻き上げると広くなってカウンターが1進むという感じの撮影になりますねこ,うこんな感じでどんどん撮影していただけます、はい、ボディとマガジンの連動も全然問題ないですねいい感じです、はい、いいですねでこのままだとこう安全装置がしっかり働いてて マガジン外れないんですね。はい。このスライドを奥までしっかり差し込むと、マガジンが外れる状態になっております。これ安全装置になってるんですね。え、フィルムを装填したままでも、このマガジンを交換することができるようになってるんですね。はい。ということで、えー、あともう一個ですね。この、ボディキャップが付属しております。ということで、 はい、ええー、ハッセルブラッドのですね人気の通番フィルムカメラボディ5 0 3 c x の、えー、スターマーク付きブラックペイントになっておりますはいえー、もちろんこのまま撮影にご使用いただいて全然問題ない状態の、えー、個体ですけれども念のため性長くお使いいただくために全体的な分解整備清掃調整をご,嫌いご依頼いただける場合はえー 後ののお届けを実施させていただきますので、ぜひ、オプションからお選びいただけたらと思います。ぜひ、ご利用いただけたらと思います。はい。ということで、はい、ハッセルブラッドの1番フィルムカメラボディー 503CX になっております。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。